うわやめてで、むちゃむちゃ仲いい人たちだけで集まるともう最悪です。波川さんなんか完璧なんですよ、はい、言ったらなんかもう言っちゃいそうだから、もう波川さんだったら、はい、ということで本日のゲストは畑中佑さんです。はい、畑中佑です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、すごいですねこの1時間空いたって。はい、ちょっとまあこれ仕事の裏の話をしてしまうんですけど、はいはいはい、普通こういう収録物って、うん、まあメイクして、はい、リハーサルして、はい、本編で、まあ、最低3時間ぐらいは撮られてるものなんですよ。言うても前後、はいはい、そうですね、うん、本当にこれ1時間弱ですからね。キープ時間本当に現場入って、はい、ちょっとメイクして打ち合わせもピュッとしてピュッとやるみたいな感じだから、はい、いやこれすごいびっくりです。なんかそうなんですよ、本当に看板に偽りなしというか、はい、そうですね、すごいです。拘束時間が超短いっていうのがびっくりでした。本物だなと思います。いやだから本当のフリートークなんで、まあでも、はい、本当のフリートークってないじゃないですか。まあそうですね、僕もなかなかこういう台本は見ないですね、はい、この台本がですねもう多分世界一ペライ台本というか確かによろしくお願いしますからはもうあとはフリートークみたいな、はい、そうなんですよ、はい、だからちょっとね、うん、いやもう役者さんには申し訳ないなといつも思うんですけど、全然ですよ、決め事がないからこそのなんかトークができたらと思いまして。いやいやいや、はい、いいと思う。なんかちょっと俺もなかなかこういう風に、はい、まあ、こんだけなんかこうちゃんとフリートークですみたいな感じで、しかも45分間とか1時間ぐらいの本当尺で喋ることあんまないから、はい、あ本当ですか。そんなないですね、言うても。まあでもそうですよね、確かに、まあ、うん、普通のラジオだったら30分とかだし、そう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 、ね、そうですよね。でも普通のラジオとかでもやっぱコーナーって15分フリートークとかじゃないですかそうですよね、そうこれはもうフリートークなんで。確かにそうで、ちょっと楽しみです。だからだから何を聞くか聞かないかということもね、分からぬままスタートしてますから。そうですね、はい、もう大丈夫ですか、向井さんの中ではもうプランニングができてるってことなんですか、毎回こういう。いやでもね、そんなことはないんです。あそうなんですか。本当に結構喋っててなんかこっちの展開になるとか、あ、はい、あの方が多いかもです。酒がない飲み会みたいな感じあそうですそうです、それぐらいのこうのらりくらりしながらの、はい、みたいな感じなって感じですね。あじゃあもう気が楽です。じゃあなんか酒のない飲み会だと思えば、はい、分かりやすく言うとそういう感じです。分かりやすく言うとそういう感じだったら、はいはい、いや飲み込み早い、ありがたい。いやいや分かりました、じゃあそういう感じでやっていきます、はい、いやありがとうございます、はい、いやだから畑中さんって、まあ、その本人にもお伝えしたのが、僕ね畑中さん の、はい、そのまあ、声優さんの役者としての部分もそうですし、うん、やっぱ舞台上での立ち振る舞いとか、僕でもマジで男性声優さんの中で、はい、多分ダントツ好きなんじゃないですかね、畑中さんの。どういうことですか。いや畑中さんの演技と舞台の立ち振る舞いが素晴らしいと俺ずっと思ってて俺分かん、立ち振る舞いは本当に言われたことがないです。マジっすか、まあ、演技もなかなかないですけど立ち振る舞いが一番ないですね、はい、いや俺は素晴らしいなと思って。なんかあれですか、はい、いじられてるとかそういうことですか。いや、そういういじりもあるんですけど、違う、はい、やっぱなんですか、その畑中さんって、はい、なんていうんですか、いじられる部分があるじゃないですか、はい、そのいじられに対する返しがすごくやっぱ一生懸命汗かいて返していて、はい、で、はい、その返してるところが、うん、その芸人的に言うとですよ、すごく、はい、的確に返してるんですよこれ本当に僕うわやめてすごい、いやもう本物の、しかももう、はい、むちゃむちゃうまい芸人さんにそれを言われちゃうと、いや、それそうですよ、あれなんですよ、語彙力がないんですよ、はい、なぜ汗をかくかって語彙力がないんです、はい、いや、本当に、だからもう語彙力がないから、はい、考えるじゃないですか、はい、一生懸命これどういう語彙で返した方がいいのかみたいな、なんかこう、うん、しかもなんか周りも引かないレベルで適度に面白い感じどれだみたいな感じで喋って、うん、はい、言って滑るじゃん、滑るんですよ、まあ滑るとして、まあ、滑る、はい、だからで先輩にそこ攻められて、うん、そこでまたアタクタするっていう、うん、この流れが成功した時に初めて
あの生きるというか自分のことを生きるというのもあれですけど、はい、言った生きるんですけど、はいはいはい、でもなんかもうだからそこで一発目に滑って滑りすぎてもう誰も救えない空気になっちゃうともう本当にただのやばいやつなので、うん、だからもうこれはもう周りとのバランスとか、うん、もう本当そういうのが本当にうまいこと丸く収まってやっと成り立つから周りの先輩がすごいっていうところがやっぱ一番あれなんですけどね。いやこれね本当にもう畑中さん的にねやりにくいからもう今日ここで終わりますよ。もうこれ以上これ以上は言わない。今日だけです。今日だけ言う、はい、やっぱそこでやっぱ先輩立ててるところとかも俺素晴らしいと思います、はい、うわやばねこれで次ね、はい、この今見てくれてる人がイベントあってボロボロだったら激ヤバですよね大いにあり得るからね。いやでも嬉しいです、そうやって言ってくれて。いやいや本当に、いやだからめちゃくちゃ好きで、だからいろいろ畑中さんのことを知りたいと言いますか。ああ嬉しいです、ね、はい、確かに。でもなんか飲んだことも1回とか2回とか。そうですね、ご一緒してますよね。 そうですからね、確かに。そう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 、そうだからめちゃくちゃちゃんと、だからその役者さんが集まった時の飲み会、うん、でどんな感じで喋ってるのか分かんない。要は異業者集まった時って1回目って探り合って終わりますね。なんかちょっと、はい、なんか確かにその初対面ぐらいの同業者、うん、だから役者とかが集まった飲み会だと探り合い、はい、でむちゃむちゃ仲いい人たちだけで集まるともう最悪です、うん、最悪最悪最悪もう本当にここじゃ絶対話せないおどうやら最悪だな。話題最悪ですね。いやでも、はい、そういうのも好きですけど、うん、まあ確かに最初探り合いになることが多い。そうですよね。だからもっと僕も仲良くなりたいんですけど、あーぜひぜひ、はい、ちょっともうそれはもう何でも基本的に何聞かれても答えるタイプの人間なので。あーそうですか。はい、何聞かれても何、まあ、住所とかはやばい。いやそれは変、うん、住所はもう、あと確かになんか、ね、年収とかね、なんかそういうのもなんかちょっと、はい、なんかこうな思ったより食えてんのこいつみたいなふうになんか思われるのもなんか尺だし、わかります。って言うとあれなので、まあ、そこ以外なんですかね。年収と住所以外セーフな声優さんなんていませんよ。大体いけます。大体いけるタイプなので大丈夫です、はい、いやいやそうですよね。いや年収って別に自分の話ですよ。でしょ。いやだから俺もよく暴露されるんですよ。なんか迎えてこれぐらいもらってるやろみたいな。わわわわ。でもやっぱりその額出た時に、はい、やっぱ周りが、はい、えっていうこの、そうですよね、はい、なんでしょうね。なんかイラつくとかじゃないけれども、はい、なんかえお前がみたいな感じの風に思われるのもあれだし、はい、あはぁって思われるのもあれだし、はい、なんかちょっとなんかそのなんだろうな、個人的感情を抱かれるのがなんかちょっと尺なんですよね。そうなんですよ。そうなんかあなたの考えの中のなんか思ってない数字なだけじゃないみたいな、うん、そう、はい、だからなんかちょっとそういう、だからなんかちょっとこっちもなんかじゃあ なんなん、じゃああ あなたのもじゃあみんなで年収言うならいいけどみたいな。わかる。もうみんなで年収言うならいいけどね、でも俺だけはなんかちょっとやっぱあれだわみたいな感じ、言ってくれみたいな。だから畑中さんもいじられキャラだから、なんかそういうことを多分おいおいおいみたいに、まあ、しかもいや後輩から来られることが多いんですよ。後輩怖いよ怖いよ本当に。だからわかるんですよ、後輩からしたら多分畑中さんに振ればなんとかなるみたいなの方があるんじゃないですか。畑中さん優しいからそれに対していやマジでやめろよみたいなことないじゃないですか。いやそうですね、マジやめろよないですね、はい、確かに、はい、ただその浪川さんとかそこら辺ほどそのまだその年収に対して聞かれた時の回答が完璧じゃないかな。まあまあ浪川さんはね、浪川さんなんか完璧なんですよ、はい、言ったらなんかもう言っちゃいそうだから、もう浪川さんだったら、はい、危ないから、ちょっとそこまでじゃなちょっとまだないから、はい、ちょっとただただ後輩の前であたふたするんですよね。あ、やめろよ。そう。ちょっとちびってるんじゃないのぐらいあたふたしてるから。いやちょっと待ってください。想像を超えてたな。そうそう。かなりの。それぐらいなので、うん、だからちょっとそこに対してのまだちょっと免疫がないですね。うん、ちょっとね、確かに。免疫つけたい。でもいじられることが多い部分もあるじゃないですか。はい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 、そうですね。でもそのここはいじんなよみたいなことあるんですか、畑中さん。ここはいじんなよ。なんかわかんないですけど。
ここはいじんなよ。なんか難しいんですけど、僕この間テレビ出てね、はいはい、その時にあの、まあ、どんなこと言われても僕もいじられるの、どっちかというと別に何にも思わない方なんですよ。むしろいじってくれと思うんですけど、やっぱこの間あのテレビで三四郎の小宮君に、向井さんの笑いはワクワクしない笑いだって言われた時にやっぱりそのあの息を今吸ったのか入ったのか分かんない状態になってうわそうかそういうことだと、はい、やっぱ僕も根源的なところだと、はい、やっぱ声優なので、はい、まあ、声汚いやは全然 OK ですね。なんか声汚いやは自覚してることなんで。ああそうなんですね。これは全然いい。汚い、はいはい、なんかガサガサ、確かガサガサなんですよ。なるほど。ガサガサだから、はい、なんかそれ以外のなんだろうな、うん、お前の芝居には本当に何もないよねって言われたら何そのいじり方ってなりますよ。確かに。ああそれはでも確かにね。だからそうそうそう、はい、ワクワクしないお笑いだよねのと同じようなぐらいに、はい、お前のには何もないよねって言われたら、はい、いやなんかあるわって思っちゃう、はい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 、なんか入れようとしとるわこっちだってって思っちゃうから、はい、おーそうですかそう多分限界です、はい、これがしか言いようがないですね声高くか細くそうそうそうこの反応が限界かもしれない、うん